どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。アルファ分の1足すベータ分の2足すガンマ分の3イコール3。ただしベータはアルファよりも大きい、ガンマはベータよりも大きい。この等式を満たす自然数アルファ、ベータ、ガンマの組を全て求めてください。一旦一時停止ボタンを押してもらって、この問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、ですか。そしたら一緒に確認していこう。まずはアルファ、ベータ、ガンマの値を絞り込むために、こいつらよりも明らかに右側にいるやつが何なのか、それを考えよう。ここでこの不等式が効いてくる。アルファ、ベータ、ガンマの中でアルファが最小なんだよね。分母は小さい方が数はでかくなる。だからベータとガンマを小さいアルファに変えてあげた方が数自体はでかくなるよね。つまりこいつの方がこいつらよりも明らかに右側にいることがわかる。今これは全部分母がアルファだから、計算すると3よりもアルファ分の6の方が大きいってなる。これを計算して、アルファは2よりも小さい。さらにアルファは自然数だからアルファは1以上、この条件も追加される。これでアルファを絞り込むことができた。この範囲内の自然数は1だけだからアルファは1確定。アルファが判明したら、この式のアルファに1を代入して残りベータとガンマについても考えよう。アルファに1を代入すると式はこうなる。1分の1を移項して計算するとこうなる。そしたらさっきと同じように絞り込む。こいつらよりも明らかに右側にいるやつが何なのかを考えると、ガンマよりもベータの方が小さいから、分母のガンマを小さいベータに変えてあげた方が数自体は大きくなる。だからこいつの方がこいつらよりも明らかに右側にいるよね。今どちらも分母がベータだから計算すると2よりもベータ分の5の方が大きい。これを計算してベータは2分の5よりも小さい。さらにベータは自然数だからベータは1以上、この条件が追加される。これでベータを絞り込むことができた。この範囲内の自然数は1と2だけど、ベータはアルファより大きくなくちゃいけないから1はダメ。ということでベータイコール2確定。ベータが判明したら、この式のベータに2を代入して最後ガンマを突き止めよう。すると式はこうなる。これを計算してガンマイコール3。総合的に見てアルファイコール1、ベータイコール2、ガンマイコール3、これ答え。値を絞り込むために左側は自然数の条件、右側は明らかにこいつらよりも右側にいるやつを考えて導き出す。このポイントを押さえよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。